消極、橋本五郎。ひどい嵐だった。ゴーっと一風来ると、まるで天井を吹き飛ばされそうな気持ちがする。束になった雨粒が、窓ガラスへ重い肉塊のようにぶつかってきて、ぶつかっては滝をなして流れるのである。その人揺れごとに電灯が消えた。時折、電車の響きが聞こえてくるが、 それもそのたびに、陳事があっての非常形的のように思いなされた。何かはためいて、窓の外は、そこも知れずくらい。田中くんは、こんな晩だったんだな、と呟きながら、立って窓の留め金を締め直した。読んでいる物語の恐ろしい場面が、ちょうど、そんな暴風雨の晩であったのと、一つには、 風のために、その留め金が外れそうになっていたからである。何か起こるな、こんな晩には。田中くんは、郊外のこの広い屋敷に、今夜は自分がたった一人で留守しているのだということを、ふと思った。泥棒が入ってきたらどうしよう。金は持ってないから、まあいい。だが、金庫へ案内しろなどと言われて、 背後からドキドキするメスか何か突きつけられて、俗の命のままに行動しなければならないとすると、ちっと残念だ。しかし、よもや強盗などはやってこまい。家の者が皆出かけていることは誰も知らないのだし、門も、それから廊下も便所の口も、ちゃんと二重錠がかけてあるのだ。田中くんは、ふと腰を浮かした。 庭のあたりで確かに何か悲鳴のようなものが聞こえたのである。耳を澄ました。それから立って窓際まで忍び足で行ってみた。畜生と、今度は確かに太い男の声で今にも相手に飛びかかるかのように聞こえた。風がまた一しきり吹きつさんだ。庭ではない。 門のあたりだ。雨と風に混じって、確かに何かを争う、ドドドという地響きが感じられる。ヒーッと鋭い叫びがした。ドタドタと地揺れがした。確かに風の音ではないのである。女の悲鳴だ。田中くんの胸はいつかトキントキンと動機を打っていた。と、続いて。 ぶち殺すぞと、その間は風の音で消されて、ついで急に、やろうと、激しい気合がはっきり聞こえた。門近くの板塀のあたりに、重い物体がぶつかったようである。同時に、大きな荒れが窓を破るかに打ち叩いた。田中くんが、やったと思った瞬間に、電灯が消えて、今度はしばらくつかなかった。 行ってみたいと思った。しかし、膝がガクガクして、内股のあたりは妙に冷え切っているのだった。風雨はますます暴れた。寒さが続々と背を襲った。だが、それからあとは、不思議に世界がシーンとして、夜は何の妨げもなく吹けていくかに思われる。 十一時を過ぎたばかりであった。田中くんは、電統の明るくなったのに力を得て、火鉢にうんと炭を継いだ。だが、部屋を出て行ってみる勇気は、まだ出てこなかった。明日にしよう。今夜は寝るのだ。そう決めたけれど、寝ることも、その決心ほどにはできないのであった。角脇の塀が一箇所。 風のためらしく破れていた。向かいの屋敷の板塀はほとんど扇の骨を抜いたようになって倒れている。屋敷町の入口のことで地面は現れて帰ってきれいになっていたが塀に沿った溝にはまだ濁り水が川のように流れていた。朝日が照っているのである。田中くんは門から始めて ぐるりと屋敷の周囲を調べてみた。あの雨だから血はきれいに流れ去ったに違いない。だが死体をどうしたろう運んでいったかそれにしても何か遺留品がないものか何かお探しになってるんですかと、向かいの屋敷の年配の主人がいつか出てきて呆れたように我が家の平の様を見ていたのが、 不審に思ったのか、そう声をかけた。いや、なんでもないんですが。答えたものの、田中くんは、相手があまりに子もなげにしているのが、かえって不思議に思われたので、実は、と、ついに昨夜の話をしたのであるが、そう、そうおっしゃれば、私も確かに聞きましたよ。しかし、まさか人殺しでは、 と相手は真剣になってこないのである田くんは、その相手の変にでっぷりと肥えた体や顔のあたりに、ちらっと疑問の目を向けた。これほど条件は揃っているのだ。そして、その条件だけは受け入れておきながら、なぜ彼は、その結果には肯定ができないのだろう。ひょっとすると、いや、よし。 相手がそれならそれで、僕は必ず何かの手がかりを発見してやるぞ。朝になって気の強くなっている田中くんである。昼近くまでかかって、屋敷の周囲を実に微細に操作した。だが、前日と変わっている点は、門のあたりの溝近くに一箇所、荷車でも落ち込んだかと思う大きな輪だちの穴ができているばかりで、 他に何の特別なものも発見はできなかった。あの向かいの主人は確か職業が知れないとか聞いている。以前は上海あたりをうろついていたとかの噂もある。ひょっとすると、あいつ昨日の暴風の晩に訪ねてきた古い悪仲間をあれを幸いにやっつけて、そして朝までに 死体の始末をちゃんとしたのではあるまいか。できない理屈ではないではないか。田中くんは、それから3時間ばかり、門内に立って、向かいの家を睨み続けていた。田中くんはその恐ろしい感情で、自分が3時間もの長い間、庭に立ち尽くしていることを、すっかり失念していたのである。が、 三時間経って、田中くんは、ばかばかしい、この物語の結末に包着した。二人の反転儀の人間が、その門の前までやってきて、行くのか帰るのか、例のわだちの穴を指しながら、大声に話したには、こんちくしょ症だよ。あのあれの、もう十一時過ぎていたな。ここまで来ると、この穴の中へ落ち込んで、 馬の奴がどうしても動かねえ。怒鳴りつけたってどうしたって。仕方がねえから、かわいそうだが、なあっぱしでビシビシぶったたいてやったんだが、ひっぱたくたびに泣き上がって、そしてよろけるもんだから、このお屋敷の塀にぶつかって、おら、塀を壊しはしねえかと思ってね。田中くんは、二人の反転が立ち去ってから、こっそりと門を出て、その穴を見に行った。 確かに、馬力の落ち込んだ穴であった。